大こそ文化プレイスは、島根県出雲市にある文化施設。複数のホールなどからなる、うらら館と出雲市立、大こそ図書館、伝伝虫との複合施設で、旧大社長時代の1997年9月に着工し、1999年7月竣工同年10月に開館した。2005年に大社長が出雲市と合併したことにより現在は、 出雲市の施設となっている。600の固定席を持つ多機能ホール、だん,だんホールと最大200席を確保できる円形ホールの5円、ホール、演劇などにも使える屋外のだん,だんテラスに加えて4つの楽屋と会議室、学習室からなる。指定管理者は財団法人出雲市教育文化振興財団。もともとは 大社町立図書館として設置された公共図書館で、伝電虫の愛称は公募による。出雲市との合併により、出雲市立図書館の一つとなった。町立時代には教育委員会による管理運営が行われていたが、合併後に一旦指定管理者制度を導入。大こそ町づくり振興校舎による運営が行われたが、契約期間満了に伴い2008年4月から、 再び教育委員会による管理運営となっている。出雲大社から寄贈された古書など約1400冊からなる王や白文庫や市長各資料を含めた蔵書数は約9万6千。また、開館にあたって高窓の宮菊子古殿下から贈られた電電虫の語がを保有している。ありがとうございます。